日ハム使い道ないから宇佐美放出や、結果16打数9安打打率5割2分9厘得点圏6打数5安打打率8割3分3厘中日宇佐美慎吾捕手が得点圏の鬼と化している。5点リードの5回に死二塁で久野里から右翼線へ敵陣二塁打。6月に日本ハムから移籍し自慢の打撃力を披露し続けているが、特に得点圏では6打数5安打打率8割3分3厘と驚異的な数字を誇っている。正捕手木下が右手骨折で離脱し、石橋と併用が続いている宇佐美はチャンスだったので初球からどんどん打ってやろうと思ってましたとしてやったり、捕手としても小笠原を7回まで無失点とリードし攻守で存在感を示している。宇佐美がすごすぎる、巨人にいた頃よりパワーアップしてるわ、こんないい選手だと思わなかった、ありがとう日ハム。宇佐美のリード批判していたやつ息してるか。軍事も活躍してるし、トレードの真骨頂だな、正捕手決まりだな。5番キャッチャー宇佐美でお願いします。足遅い以外は完璧な男。岡田監督息してるか。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。